沖縄本島北部の名護市です。この森の奥、大湿帯と呼ばれる地域に一つの郷があります。沖縄戦でこの郷には御神栄と呼ばれた歴代天皇の写真が集められ、御神栄保護郷と呼ばれていました。戦前、天皇は荒人神とされていました。歴代天皇の写真、御神栄は天皇と同一視され、全国の学校で最も神聖なものとして扱われました。昭和19年10月10日、延べ1000機のアメリカ軍機が沖縄本島を攻撃した重重空襲。この空襲をきっかけに、戦火から御神栄を守る先生たちの部隊、御神栄保護隊が結成されました。アメリカ軍の攻撃が激しさを増すと、学校ごとに保管していた御神栄はこの郷の中に集められました。奥行き40メートルの郷の岩肌には、63年経った今も丁寧に掘り進んだ跡が残されています。御神栄保護隊を知る一人の男性を訪ねました。当時の県立第三中学校、今の名護高校3年生だった矢引博さんです。昭和20年3月、御神栄保護隊の補助隊員になるよう命じられました。それは郷の中で昇格はしてませんよ。その根の補助員だということで我々任命されたわけですね。だから手榴弾を投げたり、竹槍を持ったり、あるいは鉄砲を持ったりはしなかったけど、任務としては相当重要な任務だなという認識はありましたね。郷の前掘った手小屋を作って、そこで根津の番をしてましたね。郷の中には我々は入られませんでした。恐れ多いというわけですよね。結局天皇のいるところと同じだから。任命されて間もなく、アメリカ軍の上陸が始まりました。やがて矢引さんが担当を命じられた御神栄保護郷の周辺にもアメリカ兵の姿が現れるようになりました。保護隊は神聖な御神栄をアメリカ軍の手に渡すまいと一つの決断をしました。これをもっと身軽にしないといけんというので、御神栄を写真の部分と、それについてるこの何て言うんですか、あれはバッグになってる紙、それを剥がして、この厚い方がものすごく重いんですね。その作業をした しているんですね、先生方は。我々はそれさせてもらえて、もらえないんです。全部手袋をはめて、白い手袋をはめて、涙ながらにやってますから、我々は外にそれを、その作業が終わるのを待っているという状態だったね。昭和天皇以外の御神栄は郷の中で燃やされました。郷の壁にはこの時についたとみられる黒い巣の跡が今も残されています。さらに矢引さんたちは御神栄の台紙や入れ物の桐の箱などを近くの神社の境内に埋めました。いわゆる紫の御紋のついた風呂敷みたいなものがね。でそれも全部埋めるわけですよ。それも涙しながらね、お身をこぼうたりながら入れて埋めて、そして枯葉を持ってきて、これを跡形が分からんようにきれいに鳴らして、結局最後までなんていうの、その元の状態 でその御神栄をそのおままじし抜くことはできなかったという気持ちが、すまんという気持ちですよね。まあ
大げさな言葉を言えば、まあ、団長の思いとかね、そういった言葉で話すことだろうと思うんですけども、最後まで守り続けた昭和天皇の御神栄も、沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が終わった直後、壕の近くにある河原で燃やされました。そして6月30日、御神栄保護隊は解散しました。一番やっぱり重要なのは教育だと思いますよ、これは学校だけじゃなくて家庭の教育、社会の教育、子どもにどういう教育をするかということだと思いますね。60何年も経って、思うことはやっぱり変な時代だったなと間違った時代を生きたなと思いますね。あの頃間違っていたなと思います。命を懸けて写真を守れと命じられた63年前の現実を伝える御神栄保護号、今はひっそりとしてコウモリだけが待っています。